も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズと、今日もはい登場、じゃーん、ハニーさんでございます。こんにちは。こんにちは。2人で登場ということは、はい、もうだいぶシリーズになってきましてね、うん、毎度おなじみのダーン夫婦でセッションしよう、ウクレレセッションを夫婦でしようということでやってるんですけどね、今回のテーマソングがなかなか皆さんびっくりな曲ですよなんと、はい、ハニーさんのオリジナル曲です。ハニーさんは曲作ってどのくらいから作ってるんですか？私だから作ってるっていうか、多分これ作ったの5年前ぐらい。あ、そんな前なの？へえ。4年前ぐらいだ。なるほどなるほど、うん、その時の心持ちが現れてるわけですね。そう、まあ、そう、なるほど、うん、まあその時のね、こう、うん、なんかこう自分のこう感覚にまた戻るっていう感じなのかな。すごいいい曲なんですよ。このガズクラブっていうのはやってて、はい、あのよく紹介してさせていただいてる毎月5曲ガズの手書きノートがダウンロードできて、もういろんなイベントがその中で盛りだくさんという中で、うん、皆さんの演奏動画を発表できる ね、 そうですね、ところがあって、そこにね、ご自身の曲ということで、はい、ハニーさんもねアップロードしてね、それ皆さんに大好評いただいてねそれやろうかってなって、ね、今やってるやろうということなんですけど、はい、まあこれすごいね、なんかいい曲なんで、ぜひ皆さんもあの私たちと一緒にセッションしてください、うん、コードと歌詞出てますんでね、ちょっと練習していただければすぐできると思います。そんな難しい曲ではないですけどね、はい、はいはい、やってみましょう。あ、そうだ、この動画初めて見てくれている人で、あ、ウクレレって面白そうだな、私にもできるかなというふうに思ってる人いるかもしれません。できますとガズレレ流だったらすぐここにリンク貼っておきますよ。ここのリンク行ってウクレレ楽しく始めてみましょう。はい、それでは早速、はい、ハニーさんのオリジナル曲そのままで、はい、夫婦でセッションやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。なんかその気分がね、うん、あのハニーさんどんな時にこれ作ったんだろうなとかって思いながら ね、 そうだ ね、 ね、はい、一人じゃね、一人が無理なら二人でできる、うん、みんなでやればできるぞみたいな、 そ、ね、そんなメッセージ、はい、力強いメッセージ、そうそう、一人じゃなくてもね、もう大丈夫っていうこと言いますか。そう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 、はい、そういうわけで今回はですね、はい、なんとハニーさんが作ったオリジナル曲まさか二人でセッションとは ね、 ねもう本当にでも素晴らしい、ね、いい思い出になる、はいはい、この曲そのままでって言うんですけど、
楽譜をですね、あのガズクラブメンバーの方にはダウンロードできるように一応しときますんで、あのもしこれ歌ってみたいなというと、結構ね、これ16ビートの言葉のノリとかで結構すごいなと思って見てたんですけどね、あの細かいところ、言葉のタイミングとかもね、なかなかこれ読み解くと面白いかなというふうに思いますけれども、ぜひこの曲、はい、あのこの動画、この動画がレッスン動画になるんですけど、そうだね、まあまあまあ、あの楽しんでやっていただけたらというふうに思いますので、はい、ハニーさんの今日は曲をお届けしました。はい、ありがとうございます。皆さん本当に、ね、楽しく音楽、やっぱ家庭音楽の一環ですからね、自分が普段思ってることをこうオリジナル曲にしちゃうっていうのが一個の ね、新しい楽しみ方ですよ。これ僕のオリジナル曲なんで、やっぱ覚えてると思うんで、やっぱいつでもどこでもさっとこうね、うん、ゾーンに入れるというか、そういう楽しみもあると思いますね。はい、はい、そういうわけで皆さん音楽楽しんでいきましょう。いろんな情報あります。ガズレレでウクレレ販売してたり、弦とかチューナーとか本とかもいっぱいやってるんですよ。あ、ガズのマンツーマンレッスンなんか募集してるんですけど、ね、あの概要欄とか公式ホームページ、公式ホームページここリンク貼っておきますね。はい、ここ行っていただいてですね、いろんな情報をゲットしていただければと思います。ブログとかツイッターもやってますんで、本当によろしくお願いします。それでは今日はハニーさんの曲そのままでお届けしました。はい、ありがとうございました。じゃあさようなら、バイバイ。